しっかりベテランの味がにじみ出てますし、業務さんは初々しさがたまらないです。本当、やっぱりわかる人にはわかるのよね。業務も自信が出てきたにょん。なんなんだぜこれ。これが最後、必ず決めてやる。はぁ、よし、やったぜ。マリサやるにょん。おう、これで霊夢の結果次第だぜ。やるわね。お昼ご飯のおごりがかかってるからね。絶対負けられないわ。ち、一本残ったわ。次を外したら私の勝ちだぜ。ふん、逆に決めたら私の勝ちよ。外せー。外せー。こっちまで緊張してきたにょん。行くわ。霊夢さん。え、あ、わ。やったぜー。霊夢さん、ここにいましたか。ちょっとお話がありまして。霊夢さん、むし突然なんなの。キメイマル、あなたのせいで負けたじゃないの。あ、あやや、ごめんなさい。で、霊夢落ち着くにょん。わはは、笑ってないでマリサも手伝ってにょん。いやはや、真剣勝負の真っ最中だとは知らずにすみませんでした。もういいわよ、ご飯をおごってもらう約束したからね。食べ物が絡むと霊夢は怖いにょん。ところでどうしたんだぜ。ご本、マリサさんには以前少しお話しましたが、私の担当番組の田舎を巡ろうの第2弾が正式決定しました。あの話、やっぱり本当だったのぜ。そういえば、どうしてここにいるのがわかったんだぜ。先ほど、ゆり子さんのところにお邪魔しまして、その際にお三方がこちらに遊びに行ってるとお聞きしました。うちに来たんですかにょん。はい、実は今回は業務さんにも出演を依頼したくてですね。そんな、業務なんかがテレビなんて。それにゆり子様にも聞かなきゃならないですし。ゆり子さんにはすでに許可をいただいておりますのでご安心を。手際がいいわね。わかりましたにょん。ありがとうございます。頑張りましょうよ。ちなみにマリサさんは。私は出ないぜ。前にも言っただろ、裏方として手伝ってやるぜ。わかりました。残念ですが、よろしくお願いします。出たくなったらいつでも言ってくださいね。出ないぜ。ところで今回行くところはどういうところなんだぜ。船に乗ってるので予想できてるかと思いますが、離島です。それはわかるにょん。名物としては海の幸は当然ですし、離島ゆえに外から種などが飛んでこないので荒廃していない昔ながらの野菜や珍しい植物なんかも有名ですね。お、なかなか魅力的じゃないか。ただ、今回は急に企画が進んでしまいまして、事前のロケ班もできていないのと、観光地ではないので情報が少ないです。ある方の勧めで決めた場所で、危険な動物はいないようですが、虫やヘビなど気をつけましょう。わかったにょん。あ、そろそろ到着じゃないか。寄ったわ。港近くのレンタカー屋さんで車を予約しているので取りに行ってきますね。行ってらっしゃいにょん。私は雑用らしく荷物の準備でもするぜ。あ、業務も手伝うにょん。私も、船酔いしてるやつはその辺りで休んでな。わかったわ、ありがとね。だいぶ良くなったわね。あら、あれ何かしら。ほこら、一つ目のお地蔵様。初めて見るわね。車の準備ができましたよ。荷物の準備もバッチリだぜ。じゃあ車に積んで早速撮影に向かいましょう。霊夢、出発するにょんよ。わかったわ。どこに向かうんだぜ。レンタカー屋さんで島の見どころを何箇所か聞いてきたので、そこを巡ろうかと。うん、緊張してきたにょん。
ぼーっとしてどうしたんだぜ霊夢、まだ酔いが治らないか。エッパー、もう大丈夫よ。今日の宿のご飯は格別との噂なので撮影頑張りましょう。なん？任せなさい。今日はこれで終わりにしましょう。うん、疲れたぜ。楽しかったにょん。終わったってことは、宿に向かいましょう。お風呂に入ってからご飯です。宿の撮影は明日にします。今日は移動の疲れもあるのでゆっくり休みましょう。やったわ。美味しいわ。皆さんいい顔しますね。今日撮影すればよかったです。また会ったわ。どうしたんだぜ霊夢、そこの掛け軸なんだけど。あ、妖怪掛け軸にょん。一つ目小僧でしょうか。実派島内で一つ目の地蔵様を何回か見たのよね。一つ目は神聖なものと扱う地域もあるみたいですし、この島もそうなのかもしれませんね。少し気になってね。明日誰かに聞いてみようにょん。そうですね、せっかくだし撮影許可をいただいてやりましょう。よし、じゃあお腹も膨れたし、寝ようぜ。明日はどこに行くの？山登りをして頂上から島内を一望したいなと。ひえー、荷物持ちにはきつそうだな。それほど大きな山ではないですし、大丈夫ですよ。頑張るにょん。私、山登り大好きなのよね。途中食べれる木の実や山菜も探しましょ。みんなやる気満々だな。しっかり体休めないとね。おやすみにょん。さあ、行くわよ。おう。やっこう、やっこう。やっこにょん、やっこにょん。疲れてきたぜ。頂上はもうそこですし、頑張りましょう。行こうにょん。ちょっと私、お花を摘みに行ってくるわ。お花？あ、トイレかだぜ。せっかく遠回しに伝えたのに言わないでよ。私たちは先に行ってますね。こっち側に行ってみようかしら。ここどこかしら。なんか恥ずかしくて奥まで進んだら帰りがわからなくなってしまったわ。なんか不気味なところね。なんの声？はっけけ。子供かしら。首かがり。はっけけ。くれるの？あ、ありがとう。なんだったのかしら？ここが山頂か？きっとそうでしょうね。高すぎず、低すぎず、登山初心者にはちょうどいい山だにょんね。いい山でしょう？そうですね。突然失礼しました。私この山が好きで、よくこうやって登ってるんです。地元の方なんですね。皆さんはどちらから？私たちは本土から来ました。本土からですか？それは遠いところから。そうだにょん。この人に、一つ目小僧、について聞いてみようにょん。そういえば、聞いてみようぜ。すみません、お聞きしたいことがあるのですが、こちらの島では、一つ目、の信仰があるのでしょうか？どうしてそんなこと聞くんですか？島内で一つ目の掛け軸や、お地蔵様を見たからだぜ。あれはですね、不吉の象徴なんです。不吉？なんでそんなものを祀っているんだにょん？あれは島直様と言ってですね、私たち島民のご先祖様が生み出したんです。詳しく教えていただけませんか？わかりました。遅れてごめん。どうしたの？なんでもないぜ。そうです、疲れが出て休んでただけですよ。ところで霊夢はどうして遅れたにょん？お腹でも壊したにょん。私は迷子になってね。よし、じゃあ気を取り直して撮影して、暗くなる前に下山しましょう。もう疲れたぜ。普段からもっと鍛えないとダメにょんよ。まあまあ、マリサさんは荷物も多いですから、一番きついんですよ。フォローありがとだぜ。私なんてほらまだこんなに体力あるわよ。霊夢、なんか落としたにょんよ。それは、首飾り。あ、それはね、山で出会った子供からもらったのよ。霊夢、お前、島直様に会ったのか？島直様？一つ目の子供だにょん、その子からなのかにょん。みんな何？
暗かったから顔までは見なかったわ。その首飾りをよこしてくれ。うん。ちょ、マリサ何するのよ。霊夢さん、宿に戻ったら説明します。今はここから離れましょう。うん。説明してもらえる？霊夢さんと別れて山頂に一足先に着いた時に、地元の方がいらっしゃいました。その人にお前が気づいた一つ目について尋ねたんだぜ。うん、一つ目はこの島の人にとって不吉の象徴なんだにょん。どういうこと？島の方から聞いた内容ですが、私がお話ししますね。ずっと昔のことです。とても仲のいい二人の兄弟がいました。二人は愛し合っていました。ですが、島の掟で血が繋がった者同士が交わることは固く禁じられており、破ると厳しい罰。処刑されていました。島という狭いコミュニティで血が濃くなることを懸念してのことかもしれませんね。そして妹のお腹の中には兄との子ができたことが分かってしまいました。兄弟は処刑を拒み、島から出ようと逃げ出しました。島民は船を出すのを禁じ、血眼になって捜索し、山奥の古小屋で兄弟を見つけました。妹は赤子を抱いていました。産んでいたのです。それを見つけた島の男がその赤子を妹から奪い、殺そうとしました。しかし男は悲鳴を上げ、その赤子を放り投げてしまいました。その赤子は、目が一つしかありませんでした。兄弟は島の掟に乗っ取り、すぐに首をはねられましたが、一つ目の子を殺すとたたられるのではないかとみんなは恐れ、処刑は先延ばしされました。しかし生かしておけば災いが起きるであろうと、その赤子をも殺したのです。その赤子の魂までも滅しようと。体は刻まれ、海に捨てられました。それから数日が経った頃です。兄弟を処刑した者が謎の病で亡くなりました。続いて赤子を処刑した者、さらには兄弟捜索に協力した者までもが相次いで謎の死を遂げました。島民は一つ目の赤子の呪いだと恐れ、島中に赤子を祀る祠が作られたと言われているそうです。その子はなぜか島外の人の前に現れるらしいのぜ。母の形見と思われる首飾りを渡されると標的にされるという噂なんだぜ。だからマリサは捨てたのね。でも私にはそんなに悪い子には見えなかったのよね。あとは何も起こらなければいいのですが。疲れたわ。私お風呂に入ってくるわね。キネイマル、聞きたいことがあるにょん。かわいそうな話だったわ。でも、あの子、悪意があるようには感じなかったんだけどな。あの時、なんて言ってたんだろ。はってて。はってて？ってなんだろう。あの子、鼻声がひどくて、きっと別な、あと当該の人の前に出てくるって。もしかして。電話かけてくるにょん。私は部屋に戻って霊夢の様子でも見てくるぜ。私も行きます。もしもし、ゆゆこ様、夜分すみません。用務です。あら、用務じゃない、撮影は頑張ってる？はい。どうしたの？なんか元気ないわね。キネイマルから聞いたんですが、今回この島を紹介したのってゆゆこ様なんですか？ええ、そうよ。ゆゆこ様はこの島のことを詳しいんですか？いいえ、行ったこともないわ。ならなぜ紹介したんですか？この前、ひじりとあの番組を見てたらね。この番組面白いわ。ここって八尺様の村よね。そうねー。そうか。機会があったらでいいんだが、霊夢たちに行ってみてもらいたいところがあるんだ。あら？どんなところなの？離島でな、自然豊かなところだよ。私も昔行ったことがあるんだ。へえ。それでこの前キネイマルさんが来た時に提案したのよ。そうなんですか。ひじりさんが。それとひじりがね。ヨウム、大変だぜ。霊夢がいなくなった。え？ゆゆこ様すみません。またかけます。どういうことだにょん？わからねえ。今キネイマルと手分けして探してる。ヨウムも手伝ってくれ。わかったにょん。霊夢、一体どこに行っちまったんだ。まさか島奈央様に。して、まして。うん？島奈央様。まして。まして、しておった。は？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 もうダメだ。島奈央様、こっち見て。ね、霊夢。それ、ちゃんと持ってるから、だから。はってて。はってて。助かった。のぜ？霊夢。マリサさん。多分。ね。
いやー、今回もいろいろありましたね。助けてくれてありがとな、霊夢。なーに、いつも助けてもらってるから少し恩返しできただけよ。そういえばヨウム、ゆゆことひじりの話は聞けたの？バッチリミョンよ、ひじりさんの話だけど、昔、島民から島なお様のことを相談されてあの島に行ったらしいミョン。お祓いしようと島の中を捜索して、目撃したらしいのだけど、霊夢と同じように島民が言うような怖い怪異には感じなかったらしいミョン。確認したくて何度か接触を試みたけど、島なお様が逃げてしまったらしいミョン。島民に話を聞いて回ったら島なお様による被害は伝承の中でしかなく、実際の被害を知ってる人はいなかったんだミョン。ひじりさんは昔の悲惨な事件の戒めとしての物語に、おひれがついてしまい、実際は害のあるものではないのだろうと考えたミョン。ひじりさんがこの島を進めたのは島なお様を憐れんでのことかもしれませんね。自分ではダメでも霊夢さんなら何かできるのではないかと。それなら事前に教えてくれればよかったのぜ。採用されると思っていなかったのと、決まってから教えればいいと考えてたらしいミョン。今回は急に企画が進んでしまいましたからね。ま、みんな無事だからいいわよ。そういえば、霊夢はどうして首飾りを取りに行ったのぜ。ああ、島なお様の伝承を聞いてから考えたのよ。島に縛られた存在なのかなって。そう考えたら、島外の人の前に出てくることや、あの子の発した張っててっていう言葉が持っててじゃないかって思ってね。島の外を見たいけど自分は出れないから、代わりに連れて行ってほしいのかなって。はぁ、私には全く考えつかなかったです。直接会ってないしね。それにこれは、私の完全な思いつきだから。でも、そうだといいにょんね。さて、今回も撮影にご協力いただいてありがとうございました。放送日時など決まりましたら、連絡しますね。どんな出来上がりになるか、楽しみだにょん。私の勇姿がまた、お茶の間に流れる日が来るのね。二人ともあんまり調子に乗るなよ。次回こそはマリサさんも出演お願いしますね。だから私は出ないぜ。